Are you ready? こんにちは。今日は以前紹介したドモ AI がアップデートしたってことで、新しく生まれ変わったドモ AI の機能を検証していきます。ドモ AI ならこんな感じでキャラがたくさん登場する動画だって簡単に作れちゃいます。キーワードは背景等か。ぜひ最後まで見てね。それからドモ AI の生まれ変わった動画生成モデルに対して、クリングとかビドゥとか有名な動画生成 AI との比較検証もやっていきたいと思いましたね。最後におすすめプランとそのわけも。それじゃあ行ってみよう。ドモ AI。 それじゃあ新しくなったドモ AI の動画生成モデルの実力を、同じプロンプトや画像を使って他の生成 AI サービスでの生成結果と比べながら見ていきます。現時点でのドモ AI 最新モデルはこれですね。ミューってついてるやつ、 V に移転4ですね。ファスターって方は高速生成に特化したモデルとなっていて、引き換えに精度や画質が若干落ちます。アドバンストって方は精度と連関性により優れた生成結果が得られる代わりに、生成速度が若干長くなります。今回使用するのはアドバンストオンリーでいきますね。じゃあこの私、パンコの実写化画像を使ってそれぞれの生成 AI で映像化してみるよ。プロンプトはこんな感じで、逃げる私を大熊が大きな口を開けて襲いかかる。ローアングルからのズームインに激しいモーションブラーって感じだよ。まずはドモ AI での生成結果ね。激しいモーションブラーがいまいちだけど、それ以外は指示通りだね。それから以前の生成映像よりかなり良くなってるぞ。じゃあ次はビドゥとクリング。クリングやばすぎ。激しいモーションブラーの再現が高いね。強いて言うなら動きが速いから結構被写体が崩れる傾向にあるよ。クマさんが遠くに行った瞬間の崩れだね。ビドゥはなんか可愛い動きで好き。モーションがスローになってないってところがポイントだね。じゃあ次はハイルオとベオ3行くよ。ハイルオは見せ方がうまいね。最後の方の滑らかなモーションからして物理演算能力が半端ないね。ベオ3は結構ね、我が道を行っちゃうイメージなんだよね。空もそう。次はミッドジャーニーとピクスバース。ミッドジャーニーはスピード感があっていい感じ。これは速度があってないけど、そもそもイメージ2ビデオ特化だから強いよね。ピクスバースの方もクマさんの動き以外はかなり自然で、ハイルオに匹敵する印象を受けますね。ちなみにこれらはあくまで一例であって、生成するたびに出力結果にはある程度のブレが生じるし、使う画像やプロンプトによっても結果は変わってくるからね。次はランウェイトルマでの生成。おお、ランウェイ結構動くね。個人的なイメージだけど、画質と引き換えに何でもスローになっちゃう印象を持ってたよ。いいですね。ルマも今回の結果だと背景と被写体のスピードが合ってないけど、木の流れ方とか錬金感がかなり現実的な印象を受けるね。皆さんはどの生成 AI をメインに使っていますか？よかったらコメント欄で教えてください。次はシーダンスとワンニーテンニです。ワンの方はスロー具合が演出的にかなりマッチしてますね。でも顔のマスクがなくなっちゃったけど、顔が可愛いから OK です。シーダンスはクマさんに対して人物の溶け込みがちょっと合成っぽく見えちゃいますね。でもクマの顔が一番リアルな気がします。動物得意なんですかね。よっしゃー、次はアニメ画像でも比較してみようか。まずはこのパンコちゃんのアニメタッチ画像を使用して、ドモ AI で何種類かのプロンプトで映像化してみますね。何回か生成してみたよ。ローアングルから360度オービットしながら急速ドリープシュインってところはうまく再現できなそうだね。その代わり画面が分裂しての複数アングル、最後に分裂した画角が一つに収束って部分は理解できているようだね。そこそこ再現してくれます。ミュージックビデオ作るのに画面分裂が通るのは結構便利ですね。次はこのプロンプト、急速パンの後カメラが天地逆さまに回転して画面全体がクラゲで埋め尽くされる。ですがこの指示はなかなか通らないですね。情報へのパンニングやクラゲ炸裂って部分は理解できているようですが、天地が逆さまに回転っていう部分の指示がこのプロンプトでは通らないようです。
次は途中から視点を切り替えてクラゲ視点からの魚眼歪曲を指示してみました。尺が足りなそうなので10秒でチャレンジ。視点変更はAIが苦手な部分なのでなかなか難しいようですね。画面分割はいけたんだけどね。じゃあさっき優秀だったクリングではどうだろう。気になるよね。同じ条件で生成、クリングは360度の回転は難なくこなせるようだね。最後にカメラクラッシュでフィニッシュ。優秀なクリングだけど、難点はコストが高いってところだね。プランにもよるけど、このマスターモデルで10秒生成は1動画につきざっくり300円超えのコストがかかります。次は天地逆転のプロンプトだけど、やっぱり5秒だと尺が足りなそうだね。じゃあ10秒。指示を理解はしているから、あとはプロンプトを調整していけばそのうちできそうだね。じゃあ次は視点変更からの魚眼歪曲。私の想像するカメラワークができちゃうのかな。やっぱり視点変更が鬼門だね。もっかい生成。クリングの中にディープシークが連携してるからプロンプトを最適化してもっかい生成だよ。うん、ほぼ変わらないね。書いてあることはほぼ同じだからね。次はハイルオー。ハイルオーはカメラワーク関係はダントツで強いから期待できるよ。ごめん、次元が違ったぞ。映像の良し悪しは置いといて、指示を完璧に理解して再現しようとしてくれるね。次は天地逆転のプロンプト。きたきたきた。ハイロー先輩、半端ねえっすね。でもクラゲで埋め尽くしてフィニッシュがまだだぞ。クラゲ来たー。さすがだね。最後は視点変更からの魚眼歪曲。いけるかな。視点変更はなんとか無理やり移行する感じで生成されてるけど、やっぱりすごいね。ハイローも問題がコストだね。最新モデルの無制限利用には月額200ドルくらいかかって、回のプランでは最新モデルの無制限使用は使えないのさね。次の検証に行く前にちょこっとドモ AI のプランを軽く紹介。ドモ AI の優位性として、動画生成の有料サービス群の中では圧倒的にコストを抑えられます。それはなぜか。ここを見てください。これですね。ここにちゃっかり無制限の生成って書いてあるんですよね。月額28ドルで無制限プランがある生成サービスって私の知る限りここだけだと思います。大抵のサービスでは上位プラン、90ドルくらいのプランから無制限生成がついてくるところもあるってイメージですね。私の経験上、2、3分の AI 動画を作るのに失敗も含めて3000円くらいのコストがかかると思います。今回紹介している最新モデルの V2.4 ももちろん使用できますよ。注意点としては、10秒の生成のみ無制限生成の対象外となります。画像からの動画生成はまだまだ主流にあるので、コストを抑えて競争力を高めるための選択肢として検討する価値が十分にあります。それじゃ検証の続きに戻るわさ。ここからはドモ AI で機能していた画面分裂のプロンプトを用いた生成を他のサービスのモデルで一気にいくよ。まずはビドゥとベオ3からね。ビドゥではこのプロンプトは全然ダメでした。20回くらい試したけど全部こんな感じですね。ベオ3に関してはさすがですね。表現の仕方は別にしても、画面が分裂して一つの画像に戻るを一応再現してくれます。次はミッドジャーニーとピクスバース。ミッドジャーニーでは試した感じではうまくいかなかったね。でもカメラワーク自体はかなり優秀な動きをするね。ピクスバースの方はなんだか理解している雰囲気があるね。なんとなく画面分割の片鱗が見えそうだよ。おお、もうちょい。次はルマトランウェイね。ルマはこの結果だけ見ると 2D の空間認知が苦手なように見えるよね。ちょっと引き伸ばされ気味な感じがするよ。そしてランウェイ。どうした？悪い癖が出たね。プロンプトをもっと簡略化したらちょっとマシになったけど、クレジットもったいないから追撃はなしさね。次は1.2とシーダンスだよ。1の方は何だろう。いちいち仕草とかが可愛い気がするね。
可愛い仕草とか重点的に学習してるのかも。 C ダンスでも画面分裂は無理っぽいな。ところで C ダンスといえば最近流行りのマルチショットができるんだよね。やり方は簡単で、各シーンごとのプロンプトの行頭にこんな感じでカットとかショットって書いて順番を示すだけ。この場合は5カットのマルチショットになるから見ててね。このようなシーンを作るには5つの動画を作ってカット編集する必要があったんだけど、1つの動画内で完結できちゃうんだ。もちろん一貫性や指示に忠実かとか課題はあるから、そう簡単に求める画像が生成できるとは限らないけどね。このマルチショットは各社すぐにでも取り入れなきゃあかんくらい有用な機能だから、トモ AI も早く取り入れてほしい。待ってるよ。ああ、久しぶりに生成動画の比較やったから結構楽しかったね。個人的にはハイローは別次元でクリングは頭一つ抜けてる印象。それでも一長一短あるわけだけど、あいつら高いんだよね。他はだいたい横並びって感じなら、あとはコストがどれだけ下げれるかって話になってくる。するとドモ AI に優位性が出てきますね。最新モデルならこのクオリティの映像が作れるレベルがありますよ。ではここからはドモ AI での動画の作り方、次に冒頭で紹介したキャラクターをたくさん配置したダンス映像の作り方をサクサク紹介していきますね。まずはトップページから恋愛ビデオをクリック。画像から動画が選択されているので、ここに動かしたい画像をアップロードするよ。プロンプトって欄にシーンの説明を詳細に書く。例えばこんな感じで、白髪で包帯ファッションの女性が湖畔で魔法少女風に変身するが、最後にドジって転んで恥ずかしがると書いてみよう。あ、日本語でも OK だよ。モデルをここで選択。最新の V2.4 を選択。ファスターは速くて低コスト、アドバンストは時間がかかるけど高精度な生成ができるよ。生成する動画の長さを選択して、アスペクト比も選択。自動はアップロードした画像の比率を参照ね。リラックスモードにチェックを入れるとクレジット消費なしで生成できるよ。ただし10秒の生成には対応してないから注意ね。透かしなしっていうのはこれのことね。ウォーターマークってやつ、これを入れるかどうかの選択だよ。最後に生成をクリック。うん、魔法少女には変身できないけど、転んで恥ずかしがるって部分がいい方向に作用したね。次は動画から動画っていう手法で、すでにある動画のスタイルをアニメとかに変換したり、キャラクターを差し替えたりする機能の使い方だよ。じゃあとりあえずホームに投稿されている動画をリミックスしちゃおうかな。侍みたいなのもあるね、すごっ。もっとこうダンス踊ってるやつがいいよね。あー、これいいですね。じゃあここのリミックスってボタンをポチクリしちゃいます。そうすると動画から動画のリファレンス素材のところにロードされます。じゃあ素材の方はこれで OK。 プロンプトは特に書かなくても大丈夫です。元の動画はピクセルアート風でしたね。あー、これですね。違うやつがいいな。じゃあ日本風アニメっていうスタイルにしてみますね。秒数は元動画に合わせて10秒にします。アスペクト比は自動で元動画に合わせます。詳細設定にいろいろあるんですけど、画面キーイングにチェックを入れると背景色を選べます。グリーンバックにしとけば動画編集時に綺麗に背景を透過できるので、緑にしましょう。じゃあ生成します。だいたい10秒の動画で18分くらいって表示されてますね。秒数に比例しますので、待ってる間に他の素材作ったり動画編集しちゃいましょうね。出来上がりました。見ましょう。うおー、めっちゃアニメってますね。実際のダンス動画を参照してるから動きがヌルヌルなのもいいですね。ダウンロードはここをクリックだよ。じゃあ次はキャラクターアニメーター行くぜい。画像から動画のここをクリック。さっき作ったダンス動画を素材フォルダに入れといたので、これ使っちゃいましょう。そうしたらダンス動画の動きに合わせて動かしたいキャラクター画像をここにアップロードするよ。私の画像を入れて踊らせてみましょうね。今回のプロンプトはキャラクターの特徴を詳細に書いているよ。 GPT とかの生成 AI に画像を渡して、外観の特徴を英語でプロンプト化してとか頼むといい感じさね。あとは先ほどと同様にスタイルを選んで秒数をして詳細設定を選択したらジェネレート。こんな感じになりました。ごめん、ちょっと危なそうだからキープアウト貼ります。
こんな感じでキャラクターを踊らせてみましょう。背景を緑にした動画を生成したら、動画編集ソフトで緑の部分を透明にする処理をしますね。今回は動画編集ソフトのフィモーラとプレミアプロでのやり方を紹介するぜ。フィモーラでの背景透過方法。まずはフィモーラからね。見やすいように背景用の動画をタイムラインにインポートしたら、その上にキャラクター動画をインポート。クリップが選択された状態で、ここにある人型アイコンをクリックしてクロマキーを選択。これだけだね。ちなみに AI ツールの中にクロマキーがあるから、こちらからでも背景透過はできるよ。なんで緑なのかっていうと、緑色は人物の肌色や自然の色と大きく異なっているから、被写体を正確に切り抜くのが簡単だからだよ。あとは切り抜いたキャラをコピーして配置、なんならさらに後方にコピーして逆再生させれば、エンドフレームとスタートフレームがくっつくからループ映像になるよ。プレミアプロでの背景透過方法。次はプレミアプロだね。まずはさっきと同じように背景素材をインポートして見やすくしますね。その上にキャラクターを配置します。次にエフェクトからウルトラキーを検索してください。デフォルトではビデオエフェクトの中のキーイングってところに入ってるよ。このウルトラキーを適用したいクリップにドラッグしますね。するとエフェクトコントロールパネルに挿入されます。キーカラーの右側にあるスポイトアイコンをクリックすると、カーソルがスポイトに変化するので、その状態で透過させたい領域の色をクリック。これで緑色だった背景部分が透明になりましたね。注意点としては、キャラ自体が緑色の服だったりするとその色も透明になっちゃうよ。まあ大変。フィモーラの時と同じ要領でクリップをコピーして再配置したら、さらに後方にコピーして右クリックから速度デュレーションを選択。反転速度にチェックを入れればクリップが逆再生されるよ。これを繰り返せば好きな長さのループ動画が作れるね。背景透過させたキャラクターたちを贅沢に並べて面白い動画を作っちゃおう。最後にドモ AI のプランについて見ていくよ。有料プランは3種類だね。検証途中でも触れたけど、おすすめはズバリスタンダードプラン。なぜかというと、月額28ドルでリラックスモードっていう、クレジット消費ゼロの無制限生成ができるからだね。 AI 動画を作ってみたいけど、調べてみたら結構お金がかかりそうだぞって躊躇している人には、まずはドモ AI のこのプランがダントツで安く済むのでおすすめです。それから絶対に注意するところがもう一つ。ここの月額か年額かを選択するチェックがあるんだけど、最初ここが年額になっているから、まずはお試しでって方は絶対に月額にしてから進んでくださいね。他のサービスも大抵そうなってるよ。ドモ AI の無制限生成でたくさん AI 動画を作っちゃおうぜ。またね。